マーガレット・リンジー・ハギンズ・マーガレット・リンジー、レディ・ハギンズは、アイルランド系イングランド人の天文学者である。ダブリン生まれてあり、出生時の名前は、マーガレット・リンジー・マリーであった。夫であるウィリアム・ハギンズと共に文工学の分野におけるパイオニア的な著作である、アトラス・オブ・レプレゼンタティブ・ステラー・スペクトラを表した。マーガレットは弁護士であるジョン・マージョリバンクス・マリーと、 ヘレン・リンジーの娘として生まれた。マーガレットが若い時に母が亡くなって父が再婚し、マーガレットは大抵一人で過ごすようになったという。友人たちによって書かれた訃報では、マーガレットの天文学への関心は、富裕な銀行家であった祖父ロバート・マリーに追うところがあったということである。この訃報によると、マーガレットの祖父が孫娘に星座のことを教え、 その結果、マーガレットは自宅で作った装置で天空を観察することを始めた。マーガレットは雑誌、グッドワーズの天文学の記事にヒントを得て文工機を自作した。文工学に対する関心と能力により、マーガレットは天文学者であるウィリアム・ハギンズと知り合い、1875年に二人は結婚した。1897年に夫のウィリアムが ナイトコマンダーに助任されたため、レディ・ハギンズとなった。ウィリアムの画像を用いた調査を成功させるにあたって、マーガレットの力が大きな助けとなったことが、証拠から示唆されている。マーガレットはブリタニカ百科事典第11班に寄稿している。ロンドンタイムズに掲載されたマーガレット・ハギンズの死の通知記事では、天文学者、リチャード・プロクターがマーガレットを、 文工機のウィリアム・ハーシェルと評したことが触れられている。遺言により、自作の装置を含むマーガレット・ハギンズの天文学コレクションは、ウェルズリー大学とウェルズリー大学ホワイティン天文台に寄贈された。ありがとうございます。